日野工場は、非全国高き氷有馬の章にあった城。日野工場、日野工場、日野工場、日野枝城とも記される。国の史跡。南島原市のほぼ中央、有馬川川口付近の小高い丘にある。南には、有馬川が流れ、東には、大手川が流れている。縄張りは北西に三の丸、東に二の丸を廃止中央の丘頂部に、 本丸が置かれた連隔式平山城である。1995年より2000年までの間に4時に渡る発掘調査が行われた。この際に、他には、安土城にしか見られない直線階段や海外の技術を取り入れた石組、金箔を施した瓦などが出土した。先進性や豊富政権と密接な関係を持っていたことを伺い知ることができる。移行としては現在、 石垣、空堀が確認できる。日の工場を大手階段日の工場を破壊し、天洋階段鎌倉時代前期の憲法年間に、高木軍を領する藤原京清が築城した。京清は藤原北家で、藤原住友の子孫で、追記時に生を有馬のと称し、後に有馬と解消した。有馬氏は当初島原半島南部の一勢力に、過ぎなかった。 基準の時代になると半島内の諸勢力を制圧し、戦国大名へと成長していった。基準は、日野工場の市場として、原城を築城している。晴れ順の時代に、有馬市の半島は、最大となり21万国を領するまでに成長した。しかし、後ろ盾となっていた大内氏が滅亡すると、竜造寺氏の圧迫を受けるようになった。13代目当主の春信は、 キリシタン大名となり、城下にセミナリーを建設し、逆に自社を破壊市場の蓄財とした。前述の発掘調査で出土した以降は、春信部の時代のものである。江戸時代初期には春信部は4万国を領し、日の工場は島原藩の藩長となった。しかし、慶長17年春信部は、岡本第8事件に連座した罪により貝の国で、切腹となった。 百南直住が公子となったが、慶長19年に、日向国の岡城に違法となり、有馬氏は約400年間にわたる在場に別れを告げた。有馬氏が去り、元那2年に、松倉重政が入城するまでの間は、天領となった。この間は、鍋島氏、大村氏、松浦氏の比前の諸大名が分担して城を敬語した。しかし、松倉氏は入法後、 日野工場に不便を感じ新たに島原城を建設し、日野工場を廃城とし歴史の幕を閉じた。1982年7月3日、国の史跡に指定された。1995年より2000年まで発掘調査が行われた。2006年諸島には過疎による上地の農地利用の放棄や来訪者の減少により、 荒廃し約3割近くの箇所で修復が必要であることが明らかになったため、合併前の北有馬町が修復を兼ね、桜の名所にしようと城地を公園化整備したが、工事を行った際に損壊したものと指摘を受け工事を中止。世界遺産候補長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の構成資産の一つに選ばれ、2015年に、 ユネスコ諮問機関の国際記念物遺跡会議の現地調査を経た結果、2016年に近況期に焦点を絞るべきとの指摘を受け推薦を一旦取り下げ、大王協議し再推薦は決まったが近況期との関連性が薄いとの判断により、厚生資産から除外された。ちなみに定石には八天狗が祀られ、島原の乱の後入植した人々により、定石は 果樹園や畑として整備されていた。島鉄バスの、島原和佐海水浴場前路線に、日野工場入り口停留所があり、ここから徒歩約15分ほどで、定席に着くが、北有馬経由便の場合は、日野工場入り口停留所を通過しない。北有馬経由便の場合は、橋口停留所で下車、徒歩約5分。ベルナルディーノ・デアビラ・ヒロン、日本王国旗 ありがとうございます。